画面の前の皆様、こんにちは、ベルクラでございます。あれ、青の歌かな、楽しそうだな。なんか楽しそうやな、一人めちゃくちゃ楽しそうな人がいるな。どうなるんだろうこれ。こういう時は楽しいよ。試合始まるとどうなるかめちゃくちゃ楽しみだよ。うん。なんかこう、味方にいた時に常軌を逸した行動を、こう、ね、する場合があるんで。ハゲって言った何なんすかね。何なんすかね。なんかすごくいいことあったのかもしれない。例えば宝くじがね、3億円ぐらい当たったとかね、年末じゃない、サマージャンボとか、もしくは、なんかこう、結婚する相手、結婚式場に行って、で、もう、式を挙げてる途中で、花嫁が逃げていったみたいな。あれ、なんか、歌だよね、これ。歌だよね。あ、乗ってるね。乗ってるね。そういったなんかいいことがあったのか悪いことがあったのか分かりませんけどね。お、さあどうなるのか。この人に話しかけてみるか。殺人鬼は誰なの。あれ、この人になったよ殺人鬼。どうなるの。これ何が起こるの。これは他の多い。あなた生存。いや。謎。謎。謎すぎる。次行くか。みんなポッカーンですよ。あの顔してるよ。ポッカーンって顔してるよ、これ。次行こう、次。おっと、私、精神科医の。ジェイソンでございます。精神科医ベルクラでございます。というかね、なんかセラピストじゃないけどね、まあそういった、ものに昔憧れてましたね。うん、なりたいなみたいな。うん、だって私もね、カウンセラーみたいな感じでね、こう人々の心を癒していきたい。まずはここに、トラバさん。トラバさんにね、うん、まあ言ったらね、こうなんだろう、人の話を聞きながら何かをこう仕事をするっていうのもね、いいかなと思うんですよ。こんばんは、お話聞きましょうか。悩みがあるんですか。どうしたの、そこの子。どうしたの、おどうしたん、イライラしてるの、イライラしてるの、きっとやろ。やる気やな。例えばネイリストとかね、ほらぬり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 しながら、まあほらいろんな人の話を聞いたりとかもするわけじゃないですか。うん、そういうの憧れるね。うるえ、話聞くぜ。君の話を聞きたい。きっと人生行き詰まって悩んでることでしょう。人間関係、まあ結構ね、仕事、人間関係、お金っていうこの三大要素で悩むことっていうのも多々あるんですよ。うん。で、人間関係の中にも恋愛っていうのがあってね。毎日毎日私の方にも、うらぁ！うわぁ！こうやってね、悩みを全身全霊でぶつけてくれる方がね、メールでいらっしゃいます。今の現状をこう打破したいと。私にね、どうしたらいいのかと相談をね、持ちかけてくる人とかね、いてね、結構その大半がね、恋愛、私の視聴者さんの、お、トラくんから、ほらよ、救済してやった。こっちにもいるから、おい、ない、もうやってんの。どこ、あ、そっちか、おい、痛くなってるなぁ。あのね、トラバサミめちゃくちゃ効くんだよね。多分この今の人間の悩みはね、足が痛い。そういったことでしょうね。解決、
あれちょっと終わって、ちょっと待って、2人しかいなかったのこれ、何嘘嘘ちょっと人いなかったのこれ、嘘やろ、短えな。じゃあ何かつなげたらちょっとつなぎたいと思います。おっと、私はそうみんなのヒーロー、ベルトミーです。こんばんは、イケメンです。ちょっと眉毛がないけどね、トミー・ジャービスに私が選ばれてしまったようだ。このトミーとは一体何なのか、まあ、昔も説明したんだけどね、もう死んでる、あの人死んでるな、あの死なないとなれないんですよ。転生してやっとトミーになれるっていう、ね、キャラクターなんですよ。まあ、先ほど私惨殺されたわけですけどね、車の前でうろうろしたらね、もうめちゃくちゃこう残虐に殺された。もう体当たりでぶつかってこられましたからね、あのアメフト選手みたいなやつに、大男にね。まあでもね、おあの声いつも私笑っちゃうな、なんでだろう、気のせいかな、みんなはそんなことないのかな。あ、まあこのトミー・ジャブスってヒーローなわけですよ。まあ唯一ジェイソンを殺した、少年の時代に唯一殺したっていう、ね、まあ、凄まじい経歴の持ち主、まあ、言ったらレジェンド、殺人鬼を殺す、まあ、天才みたいな、うん、まあ感じですね。まあそういう e スポーツがあったら、まあ間違いなく、まあ梅原選手みたいな感じになってたんじゃないかなと、私は思います。そんなバカなと、うん、いや誰しもね、誰しもヒーローになりたいと思う。ここ戸締まり全然終わってないよ、閉じまり閉じまり。変なキャラが入ってくるから、アパットか、パーク、これどうなるんだろう、パーク。ちなみにトミーで来た時はトミーで逃げようが死のうがポイント的には変わらないという話なので、まあ残ってる人たちをいかにサポートしていくかみたいなところがありますよね。まあ、なのでね、トミーってね、こう修理とかが早いんです。でスタミナとかも全部のね、おそらくステータスがマックス、通知表がオール5。あ、来て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 、決して臆病な人間ではない、うん、むしろジェイソンに立ち向かっていくみたいな、まあ登場人物なわけですよ、うん、通知表オール5ですよ。たまにいるよね、クラスの中でそういう人ね。多分ね、そういう人を超えて、おそらくトミーの場合は通知表10全部。もうそれがいいのか悪いのかもあれだけど、だから通知表に載ってないものまで、ステータス高いと思う。だ、生存本能みたいなね、先生がね、この子は生存本能が10ですみたいな、サバイバル能力10みたいな、モテ度10みたいな。やべえな、モテ度の通知表とかあったらやべえな、やむな、心病んでくな、これ。学校通いたく なくなってくるよね。モテの偏差値みたいなの出されてさ、通知表にさ、今年は君の、モテ具合はね2でしたよとか言って、ああ、あった、これ私の死体、ここでね、俺惨殺されまくってるでしょ。あれ、あのイケメンだったんですよ。しかし、さらなるイケメンになって帰ってきて、来て。まずいぞ。一旦、助けるから。大丈夫。なんてな、こっち行こう。竹を取っていこうじゃないか。この家の中最強だから、戸締まりされてんのかい。やばい、あの子やばい。やろう。女を殺して、はーって笑ってた。なんちゅうサイコパスや。まずい。イケメンサイコパスに追われて、あー、袋かぶってるし。ちょっとしたね、ここも戸締まりされてる。いいことですよ、戸締まりは。ここね、意外と凶暴地なんですよね。血の利をね、私は使っていくよ。どんどん教えるな、あいつ。トントン、いらっしゃいますかみたいな。どうすんの、それどうすんの、どうすんの、よいしょっと。これイラってするのよね、殺人鬼でも。あっぶね、いいワープじゃねえか、いいワープじゃねえか。しかし
機械に。ほい。Please no! っていう情けない声をヒーローは実際はあげません。かかってこいよっていう、そういうやつね。いい、ここはやめとこう。次の場所に移りましょうか。あ、女の子いるわ。いや、こういう状況下でね、やばい、ここドアなくなってるやん。ちょっと待て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 。こういう状況下で、ほんと女の子を助けたら、マジで吊り橋効果で惚れられると思うよ。いや、絶対こういう状況になんないんだけど。いや、なったら、大抵の人死ぬんだけど、あんな殺人鬼に追われたらさ。トミーがね、ほんと、イケメンすぎてね、映画の中では。ここ閉めとこう。どっちか来るの？どっちか来るの？あ、そっから来てるわ。もう、出た方がいいと思う。これ出た方がいいと思うよ。おにゃにゃこよ。おにゃにゃこよ。一旦出ようや。フォローミーっていうね。本当は映画の主人公だったらね。まあそんな感じになるよね。いやー、でもこのマップが縮小版になったっていう話なんだけど、一向にそういう気がしないんだよね。気のせいかな。なんか縮小された気がしないんだけど。あと二人か。2シートの車が、あれ？ 2 シートの車が、そうだ、動くぞこれ。今のうちに、あの女の子が狙われてるうちに、この2シートの車を走らせるか。いけるかもしんない。これ修理も、あのリペア速度もめちゃくちゃ速いんで、めちゃくちゃアイテム落ちてんだけど、これ。いざという時のために持っときましょうか。ガソリン、あ、もうガソリン入れる必要ないや。ちょっと待って待って待って、いけるよしよし。で、迎えに行きますよ。さっそうと女の子を迎えに行って、彼女乗っていかないとお茶しないみたいな、座銀でディスコいがないみたいな。来た、ここの家か。ここへ、はいはいよ、はい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 。どうしたん？来てる。あれ？はぁ、捕まってたのか。いや、むしろあの女を餌に私をおびき出す予定だったのか。すまん。うわっ！あ、すまん。っていうか、これ初めてのトミーを、トミーの動画を出すことになるじゃない、このままいくと。成功すれば。イエス！これ、え、なんか今見えてはいけないもの見えたよね。みんな、今、あなた生存って言ったけど、怖い。ちょっと鳥肌だった、あなた生存って言われても。今ね、私トミーで脱出したはずなのに、目の前に通り過ぎざまに見えたのは、私にそっくりな人物でした。いや、なんかもう、真夏の怖い話でありそうだよ、ああいう話。山道走ってたら、私とそっくりな人がヘッドライトに照らされてみたいな。怖いわ。ほんとあなたの知らない世界みたいなのだったわ。そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございました。初めてのトミーで脱出する動画と、思います。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。